こいつ、動くぞ。君は、時の涙を見る。はい、コツの締め部屋へようこそ。今回はね、ドドンとね、でっけえ段ボールがあります。はい。これをご紹介したいんですが、これが何かっていうことなんですけれども、側面を見ると、はい。ユニコーンガンダムって書いてありますね。はい。積載量は 4.2 キロ。いや、ちょっとしたね、海外のガレージキット並みの大きさですね。はい。こちらをね、とりあえず、この段ボールから開けてね、パッケージを見てみないことには始まらないので、パッケージ見てみましょう。はい。上蓋をね、段ボールの上蓋外すと何か入ってますね。はい。はい。ユニコーンガンダムの購入特典、ディスプレイボード。はい。こういうのがね、別で入ってました。はい。すごいな。はい、それをね、外して下を見るとこういう感じで入ってますね。はい。はい、段ボールから出した状態です。いや、でっかいね、箱。もう白で統一されているんですけれどもね、なんか高級感ありますね。はい、という感じで早速箱の中身を取り出してみたいと思います。はい、中っていうかね、箱はね、こうやって上に引き上げるタイプでしたね。はい、こんな感じで。はい、で、ラプラスの箱で、これは何だろうな、とりあえず出してみます。はい、箱の中身ね、2つ出しましたが、オードリーが出てますね、ミネバ。はい、で、裏はバナーチ。めっちゃいいね。箱のデザインがもう秀逸。うん。で、もう一つの箱がこちらですね。はい。ユニコーンガンダムが結晶化しているところですね。はい。うん。まあ、至ってシンプルですね。はい。では早速ね、2つの中身を出してみたいと思います。はい、まずはね、発泡スチロール、こちらが入ってまして、これを開けます。おほほおい、すごい、ユニコーンの角。やっていけ、ユニコーンの角がこのデカさですよ。はい。手のひらと比べてもデカ。はい。で、こちらはユニコーンの背面ですね。はい。背面。どうやら電池だな、これ。電池を入れる。炭酸電池ですね、多分。はい。こちらのね、バストアップのユニコーン、こちらが出てきましたね。はい。袋を取り出すとこういう感じ。うわ、でかいなあ。あ、もうここになんかいろいろボタンがありますね。うん、エピソード1、エピソード2とか書いてありますね。エピソード7まで。
で MS、 これはモビルスーツ、アクション1アクション2、キャラクターボイスで、ボリュームボリューム、うん、なるほど。で逆側にはね、オーディオ端子の接続部分があります。はい、いやこれはすごそう。はい、そしてもう一つのね、オードリーとバナージェボックスにはこちらのパーツ、はい、取り付けるアーマー部分ですね。まあ、ほぼほぼでっかいな、パーツがでっか、一つ一つのパーツがでっかいんで、まあ、プラモデル苦手な人もね、この数だったら簡単に組み立てられるんじゃないかなと思いますね。うん、とりあえず出して並べてみましょう。はい、とりあえずね、パーツを全部箱から出しました。はい、まあ白いランナーが1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。うん、白いランナーは9で、こちらの黒いランナーが1つ。いや、やっぱ少ないね。うん、パーツ数は少ない。これは簡単に組み立てられますね。はい、あとね、こちら説明書にね、はい、デカールがありますね。これはでも水転写式じゃないないね、これ水転写じゃない。うん、なるほどね。なるほど。はい、まあこれはね、お好みでつけるって感じなんでね。私の場合はつけないかな。まあ、水転写だったらいいんですけれどもね。これは普通のステッカーデカールですよね。はい、といった説明書ですね。はい、以上のパーツになります。いや、これはどうなるかっていうのが、いや、ワクワクしますね。ではね、もう組み立てちゃいたいと思います。はい、裏ブタに電池入れて、今こうね、蓋をした状態なんですけれども、これでね、一回ちょっとスイッチを入れてみたいと思います。まあ、スイッチはね、ここにオンオフがありますんで、ちょっと押してみましょうか。いきます。はい、駆動音とともにね、この目が光ってます。はい、ということでね、一応駆動音を確認したということで、とりあえずね、ここからはパーツを、外装をね、バンバンつけて完成させたいと思います。
組み立て終わりました。いやー結構やっぱね簡単でしたね。うん、パーツが大きい分ね付けやすかったです。はい、いやほんとねプラモデルっていうほどでもないぐらいの感じで、まあ、普通にね手際よくやれば5分ぐらいで組み立てられるレベルですね。はい、いやでもこの状態、ユニコーンのこの状態ですでにめっちゃかっこいいよね。いやすごい。まあねこのデカールとかね、うん、こちらは貼り付けてないんですけれども十分かっこいい。うん、でこっからねこちらの、はい、操作マニュアルの方に行きます。はい、いろいろとあるんですよね。とりあえずパワーをオンにしましょう。はい、パワーオンモードになりました。はい、こっから変身シーケンス、はい、こちらに移行します。これはなんとね自動で変形するというねめちゃくちゃかっこよさげなシステムが組み込まれています。ではね早速その変身見てもらいましょう。はい、変身失敗ですねこれね。あれなんかうまくいかないね。はい、全て完成しましたね。いやーちょっとね変形の時にねちょっとね突っかかっちゃったんでねうまく変形できなかったので今一度ねちょっと外してやり直しました。はい、そしたらねスムーズに変形できるようになりましたんでねこれで動作確認してみたいと思います。ではね普通に電源をオンしてそこから変形という感じでねやっていきたいと思います。です。めっちゃかっこいい。いや自動で変形ですよ。いやすごいね。ここまで来たか。でねしばらくすると点滅モードに入ります。はい。でもう一回ね同じボタンを押すとユニコーンモードに戻ります。素晴らしい。いやいいね。で今のは通常のデストロイモード、次は覚醒モード、はい、まあただ発光色が違うだけなんですけれどもそちらもねお見せしたいと思います。何回見てもいいね。ついつい押しちゃう。はい。それでここからなんですけれども、まあボタンがねこのようにいっぱいあるんですよ。で私が今押したのがこちらデストロイモード1とデストロイモード覚醒、はい、緑発光熱ですね、はい、こちらを押しました。でエピソード1っていうのはねセリフですね、はい、それぞれセリフがエピソードごとの名セリフがね
流れます。はい。で、一応ね、こちら、エピソード7を長押しするとね、エピソード1から7、はい、そちらが自動的に流れるらしいんですよ。はい。それをね、もうどうせだったら、1から7まで、ね、通しで流したいと思います。はい。では、ご覧ください。ガンダム！
を貸せ。
にあるものを一人の人間として、人を人の持つ可能性を俺は信じたい。ということでね、エピソード1から7、そしてね、ちょっとエンディング曲はね、大人の事情でちょっと流せなかったんですけれども、はい、いや素晴らしい、マジであの感動が蘇るね。いやこれはすごい、いやこれが5万5千円のクオリティですね。あとね、モビルスーツ、はい、モビルスーツじゃないか、MS ミネバラオザビ演説っていうのがあるんですよ。はい、こちらも一応ちょっとね流してみますか。この世界に住まう全ての人たち、私はミネバラオザビです。このような形で皆さんに語りかける無礼をどうかお許しください。私はかつてジオン公国を扇動したザビ家の血を継ぐ者です。しかしこれから私がお話しすることは私の羊とは何ら関係がありません。私は連邦政府の根幹に関わるある秘密を知りました。この世界に住む一人の人間として、私はその秘密を皆さんにお伝えしようと思います。宇宙世紀の開略とともに発布された宇宙世紀憲章、連邦政府の礎であり政策決定の要石たる石碑のことは皆さんもご存知でありましょう。96年前、首相官邸ラプラスの中で作られたそれは、直後に起こった爆破テロによって失われたと信じられてきました。しかし、それは失われてはいなかったのです。レプリカの石碑がダカールの議事堂に飾られる一方で、オリジナルの石碑は長い間隠されてきました。ご覧いただきたい。今、私の後ろに映し出されているのがラプラスで作られた本物の宇宙世紀憲章なのです。お分かりのことと思います。本物の宇宙世紀憲章には私たちが知らない一章が付け加えられています。将来宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、
その者たちを優先的に政府運営に参画させることとする。未来と題されたチャプターにはそのような条文が記されていたのです。無論これはニュータイプを指していったことではありません。宇宙に進出した人類はその認識力を拡大させ、誤解なく分かり合えるようになる。ジオン大君がニュータイプ論を提唱するのはこの憲章が作られてから40年以上も経ってのことです。ラプラス事件とともに葬られたこの一節は遠い未来に手向けられた祈りでしかなかったはずなのです。でもその偶然の一致がこの憲章を呪いに変えてしまいました。この一節がジオンのニュータイプ論と結びつけられ、スペースノイドの独立運動を刺激したらどうなるか。最初はラプラス事件の真相を語るものでしかなかった石碑は、その時から連邦政府を覆しかねない恐怖の的になったのです。連邦はその存在を恐れ、石碑を手にしたビスト財団と共謀のもと、これをラプラスの箱と呼んで封印してきました。それは悪しき行為であったかもしれませんが、平和を維持するためにはやむない決断でもありました。しかしそれが制度として受け継がれていった結果、箱が持つ本来の意味は失われ、ニュータイプ的なものを忌避する神聖だけが根付いていったのです。一年戦争という悪夢を経て、その神聖は連邦政府の硬直性そのものになりました。あと数年のうちにジオンの名を持つ国家は消滅し、ニュータイプ神話も歴史の闇に埋もれてゆくでしょう。それは良いのです。この事実の公表をもって連邦を糾弾し、ジオン再興に結びつける意思は毛頭ありません。もしそのようなことを考える者が現れれば、ミネバザビの名において粛清をすると宣言しておきます。そのようなことではないのです。ラプラスの箱とは人の善意を収めた箱でした。100年前、私たちスペースノイドは善意とともに宇宙に送り出されたのです。両親を慰めるための欺瞞でも、結果に責任を持てない祈りであったとしても、そうせざるを得なかった人たちの心に思いを馳せてみてください。少ない選択肢の中から最善と思われるものを選び取り、後世に一縷の願いを託す。事の大小の違いはあれ、私たちも日々彼らと同じ葛藤を繰り返しています。箱を残したのも、封印したのも、解放したのも、みんな人がなしたこと、すべて私たち一人一人の罪である。落胆であり、破滅にも希望にも転じる可能性なのです。よりよくありたい、理不尽を退けたいとする人の思いが、この世界を少しずつでも前進させてきました。そうして発達した文明を地球が支えきれなくなった時、私たちの父祖は増えすぎた人間を宇宙に送り出した。機敏のそしりを免れぬ行いではありましたが、その根本は人と地球を生かしたいとする善意なのです。将来、宇宙に適応した新人類の発生が認められた場合、その者たちを優先的に政府運営に参画させることとする。西暦最後の夜、宇宙世紀憲章の末尾に付け加えられたこの一節も、また限りない善意によって紡がれたものだと言えましょう。全ては善意から始まりました。これを善意に帰結させられるか否かは、私たちの心持ち一つです。私たちが変われば世界も変わります。ニュータイプにならずとも、私たち一人一人が
感じる心を持ち、環境に応じて変化できる力を持ち合わせているのです。人間の業を否定してニュータイプの地平に救いを求めても何も始まりません。不便でももどかしくても血の中から紡ぎ出された善意をつなげてゆくしかない。必要なものは全てこの体の中に備わっているはずなのですから。かつてリカルド・マーセナスは言いました。他人の書いた筋書きに惑わされることなく、内なる神の目でこれから始まる未来を見据えよと。あれから100年近い時を経て、私たちは再びスタート地点に立っています。私の言葉は私のものでしかありません。この放送をお聞きの皆さん、どうかご自分の目で真実を見極めてください。そして100年前の人たちがそうしたように、善意を持って次の100年に思いを馳せていただきたいのです。私たちの中に可能性という名の神、ということでね、うわ長かったね。いや素晴らしい。めちゃくちゃいいねこれね。いや結構なキャラクターボイスのボリュームだね。いや素晴らしい。まあ、とりあえずね、まあ、機能としてはまあここら辺でまあいろいろね細かいことを言えば。キャラクターボイスをオフにできたりとかね、エピソード中に、はい、まあそういうのがあったりとか、まああるんですけれども、そこら辺はねちょっと省略させていただきたいと思います。いやこれはね本当ガンダム好きにはたまらない一品ですね。はい、一応もう一つの、背景、はい、そちらをね組み立てたいと思います。はい、どうですか。後ろのね、ディスプレイボード、はい、こちらをね、組み立ててみました。まあ、組み立て方はね、こんな感じで、山折り、谷折り、はい、はい、こんな感じでね、組み立てます。はい、でこちらね、Not for sale ということでね、まあ、購入特典ということで、まあでもね、買えばついてくるもんだと思いますけれども、はい、いやこれをね後ろに置くことによってめちゃくちゃかっこいいね。エピソード1からね7までの場面で、バナージとフロンタル、フルフロンタルの顔のアップがね左右でイラストされている、めちゃくちゃかっこいい構図ですね。いやこれは素晴らしい。まあね、あと欲を言えばですけれども、あの電池式じゃなくてね普通にアダプター式とか、あとリモコンついてたらよかったなっていうのがあるかな。はい、欲を言えばね、まあそれらを搭載するとなると多分もう5万5000以上はかかると思いますけれども、はい、といった感じですね今回はね。いや素晴らしい、本当にこれはねめちゃくちゃおすすめな一品です。はい、まあすでにねプレミアムバンダイの方で購入はできませんのでね、まあヤフオクとかメルカリとか、はい、そちらの方でねおそらく出品されていますんで、
購入検討されてみてはいかがでしょうか。ということでね、今回は長くなりましたが、この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録していない方はぜひね、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。